こんにちはということで。こんにちは。6月といえばいろんなことありますけども、お誕生日だということでね。そうですよ。本日ははい、お誕生日でございます。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、この先月オーバー投資やったんですよ。仲いいですね。絡んでもらおう。テンパ世代。通じ合ってる。今苦しいんだよ。そうですね、確かにね。通じ合ってもうくるくる今日もしてますね。通じ工事なんてもうスタミナ太郎で十分だったんですよ。18歳ぐらいの。あるでしょ。夜間練習で長尺の長いバットでレンティーをしてたね。そう。あの頃がね。そう。懐かしいですからね。そう。7時からね。7時から。9時前ぐらいまで。ね。1年でもね、こっちはもう見たいですから。15年目になりましたまあまあまだまだね、まあ20年とそうですね、33歳の、はい、この後1年もしっかり頑張ろうと思います、よろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、すいません。いざ実際この年になってみると、気持ちおさしいました。もちろん20代後半ですよ。すごいっすね。うん、割烹料理とか好きなのバスの運転手さんに言いましたもん、うん、ちょっと遠回りしてくださいね。言ってた言ってた。